はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ、ギタリストでシンガーソングライターの竹下でございます、7月29日大人クラブ、はい、今日のお題はですね、はい、こちら、ゴキブリホイホイが好きで何が悪いですね。はい、ゴキブリホイホイ好きなんですね。はい、夏になるとですね、暖かくなってくるとゴキブリがやはりどこでも発生すると思うんですが、まあ、ここスタジオなんですけどね、お客様が来た時にやっぱり、ゴキブリが出るとですね、まるで不潔なように感じるので、ね、ゴキブリホイホイを各地に設置しております。はい、でスプレー式のこういうね、ゴキジェットプロ、アース製薬はですね、ゴキブリとの戦いを繰り広げてるわけですが、結論から言うとですね、ゴキブリを全滅させることは不可能です。はい、でなぜかというとですね、人間よりはるか前から地球上にゴキブリは生息しているので、あらゆるその生き残り方を知っているんですね、ゴキブリは。ね、ゴキブリはホコリを食べても生きていけるので、実はゴキブリがですね、全滅すると、部屋が汚くなるんじゃないのかなと思ったりするんですね。でちなみに、このゴキブリホイホイ、組み立て方をですね、知らない方のために組み立て方を説明したいと思います。はい、意外と役に立つ、ね、まずこういう状態になったものがあります。はい、これがゴキブリホイホイハウスですね。はい、こう平べったいものですね、パカッと開けます。はい、こうオープン、オープンですね、お家を作るわけです。そうするとここにですね、最初にホイホイする、まあ、ゴキブリさんをですね、ここに接着してしまうという、アース製薬の開発人が開発したこれをですね、剥がす前に、このゴキブリをですね、引き寄せる、アース製薬が開発したこれをクンクンすると思わずゴキブリが来てしまうという、この袋のこの銀色の部分、これを破って用意しておきます。これ順番間違えると、組み立て方を間違えるとですね、めんどくさくなるんで、先にこの袋のものを用意しておきます。これをちぎるのではなくて、この袋状のものをまず用意します。そしてこの粘着シートをですね、ベリベリと剥がします。ベリ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 、はい、これ触ると手にくっついちゃうんで、触んないように、よし。このようにですね、はい、どこにその吸引剤をね、置けばいいかがちゃんと、示されてプリントされてます。はい、センターですね、センターにこれを設置します。はい、ほい、まずこうなります。はい、こうなります。はい、で次にですね、ここに足拭きマットというのがありまして、ゴキブリというのはですね、油分を多く含んでいるので、結局このマットの上を通過しても、油分でこう、なんですかね、スルスルスルってそのままいけちゃうんです。スルスルしたんですね。それを防ぐためにアース製薬開発しました。足拭きマット。この上を通過すると、ゴキブリの油分を取っちゃうんで、この粘着シートの上にゴキブリさんが、張り付いてしまうということで、この足拭きマットの端の部分をそーっと剥がします。これ2箇所に設置します。こちらの入り口ですね。ゴキブリさんこんにちはのところに。ここにちゃんとですね、足拭きマットを貼る位置というふうにプリントされてます。ここに丁寧に貼りましょう。はい、私結構水平とか垂直にうるさいので、丁寧に貼ります。ちなみに斜めに貼ったからといって効果は変わらないと思うんですが、割とこういうところはですね、美的感覚的にまっすぐじゃないと気に入らないので、結構丁寧に貼ります。はい、で、もう一枚、二箇所に貼ります。はい、もう一箇所ですね、こちら側にも貼ります。はい、割と垂直、水平にうるさいんで、丁寧に貼ります。はい、
で、このようにですね、入り口にこう足拭きマットが2箇所こう設置されるわけですね。そして、上の部分をね、上部をですね、このように折ります。はい。ちゃんと折れるように。そして上のですね、この部分をカッチャッ。このように、差し込み口というところにカッチッ。カッチッ。そこを差し込み爪というところがまでカチッとこう組み立てます。そしてですね、この上部のところをパカッと開けます。はい。多分この上部を開けるのはこう、なんでしょうね。吸引剤をよりこう、クンクンさせるためだと思うんですよ。これで完成です。はい。こんな感じですね。はい。薄くてコンパクト。はい。まあ、それをですね、まあ、どこでもいいんで、設置します。はい。コンバットというこう黒い、のも強力らしいんですが、私結構組み立てるのが好きなんで、ゴキブリホイホイを結構組み立てるのが好きなんで、ゴキブリホイホイをこう、なんですかね、そんなに見えるうちに置くと、あれなんで、なるべくその見えないようなところをね、アンプの裏とかに、こう、各種を置いてですね、ゴキブリを、まあ、駆除っていうのは違うんですね。まあ、スタジオ内にね、ゴキブリが、まあ、レコーディングにいらっしゃった方とかがね、キャーゴキブリみたいな感じにならないように、気を使っております。はい。というわけで本日のお話はですね、これちゃんと使ったものはこうしまって置くとよろしいと思います。ゴキブリホイホイが好きで何が悪いでした。はい。ちなみに何でしょうね、こちら、アースゴキジェットプロとどちらがコストパフォーマンスが高いかというと、これはプシューってやると瞬殺できるんですが、やはりその発生してからですね、プシューってやるようだと、まあ、キャーっていうことになるんで、やはり私がおすすめするのはこちらです。アースゴキブリホイホイ。はい。これをですね、時間のある時に組み立てて、まあ、なるべく見えないところにね、冷蔵庫の裏とかに設置しておくと、ゴキブリが、見えるところでね、出てキャーみたいな、なんだよ竹下君困るじゃないか、ちゃんと掃除してるのかね君みたいにならずに、お客様にこう快適にねレコーディングしていただけるということで、はい。今日の話はですね、ゴキブリホイホイが好きで何が悪いんでした。はい。ゴキブリとアース製薬の戦いは永久に続くものと思いますが、ある意味すごいと思いますね、アース製薬。そのゴキブリ駆除にこう的を絞ったっていうね、でも絶対にゴキブリが地球上から絶滅することはないと思うんですね。まあ人間が死んだところにゴキブリにとっては何の関係もなく生き続けると思いますけど、はい。人間なんて儚いものでございます。というわけで今日のお話はゴキブリホイホイが好きで何が悪いでした。はい。それでは皆さんお楽しみいただけたでしょうか。スタジオリバーサイドからギタリストでシンガーソングライターの竹下敦がお送りいたしました。 See you next time です。